はい、お久しぶりです。ケンです。ケンズラジオの方をずっとやってないので、体調とか時間の関係であんまりアップできてないので、こっちの方にケンズラジオも上げようかなと思って上げてます。先日ね、僕のハードディスクの中の練習録音ファイルをですね整理してて、でいらんの全部もう消していこうと思って、まあいろいろ聞いてたら、あ、これ消すのもったいないなっていうのが一個あったので、それをちょっと今回、まあ動画はないんですけども、録音で弾き語り練習してる時のやつなんですけど、一曲、聞いていただけたらありがたいなと、出しておこうと思いました。はい、ユーミンさんの曲でね、夕闇を一人っていう曲なんですけども、結構僕好きな曲なんですけど、夕闇っていう言葉がすごい好きで、夕闇とかね、宵闇とか、まあ同じような言葉あって、夜の帳とかあるんですけど、なんかその辺の言葉大好きで、だから夕闇とか宵闇っていうのはなんかこう真っ暗な、こうなんて言うんだろう、江戸時代のなんか明かりのない真っ暗みたいな状態どうだろう、表現合ってるのかな。あと夜の帳っていうのはですね、なんかいてつくような静けさみたいな、静かな凍りつくような夜みたいな、なんて言ったらいいんだろう、僕の感覚ですよ、これあくまで僕の感覚ですけど、そんな風に思うんですよね。帳とかなんかすごい好きですけど、何の話をしてるんだろうね。はい、すいません。よかったらですね、聞いてやってください。弾き語りです。一人や
はい、ということで、最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。おやすみなさい。